はい、どうも皆さん、こんにちは。新たです。新たなダンススクールやってまいりました。いや、ということですね。さあ、やってまいりました。ついにですね、今回、フェアレスからレスラフィム様たちのお客から、レスラフィム様たちからですね、フェアレス、こちらのダンス解説をしていきたいと思います。収録ボタンをよろしくお願いします。めちゃくちゃかっこいいです。もうちょっとね、めちゃくちゃかっこいい。振り付けどちら様なんだろうな。ブルーフレームの方は、カエルトゥーティーさんがやってらっしゃるっていうところで、ブラックピンクさんだったりとか、トワイスさんだったりとか、もう、名だたるガールズグループさんをもう作っていらっしゃる方でございまして、ついにその大御所が、振り付けをされているというところでございます。そちらの方はまたね、改めて解説していきますので、お楽しみにしていてください。ということで行きましょう。もう、つかみからね、ちょっと素晴らしいなって思っちゃってて、やっぱこのフロアの入りですよね。この足がスカスカっていう風に動いてくるところ、まだ顔は向けませんと。ただ足入れたら次、顔がもうすぐにクッて向くっていう、ここのタイミングの揃い方と、まあ、さりげないんですけど、やっぱここの足の高さの揃い具合といいますか、いやー、ちょっとその、普通人って縦に立ってるじゃないですか。なので、ちょっとその横に向いているっていうところで、人間っぽくないというか、その、パッと見た時にどういう形してるのかが分かりにくいっていうところが、またちょっと面白いポイントなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、ここの手を出すところもそうなんですけども、一個一個の音に対して、パン、パパパパン、パン、パパパっていう、パっていう音を全部取りに行くっていうその細かさですよね。そのパンパパパパンパンっていうパの音が、全部見えてくるような風になってるので、パンパパパパンパンパパパパンとかっていう風にこう、ゆっくりしてるところがないとか、パンパパパパンパンパパパパンパンパパパパンパンっていう風に全部撮るって、しょっぱなですよ。いきなりみたいな、そのフルスロット感がすごいですよね。で、この足つくタイミングの揃い方も素晴らしいです。で、ここ、カズハちゃんのところでちょっと言ったんですけど、皆さんの頭の上げ方にやはり注目していただくと、髪の毛を一回下まで全部下ろしてから上げていくっていうところですね。あえて下にクッて風に落とし込むっていうのが、本当にもう使い方としてうまいなっていう風に思うところでございます。で、この座り方っていうんですかね、背中見せつつもその横から見えるこの表情で相手をこう見ていくっていうところのかっこよさと、この足の揃い方ですよね、全体的なこの斜めのライン、本当にかっこいいと思います。で、ここから手元がパッて風に出てくると。で、歌詞の内容もちょくちょくこう踏まえながらの振り付けになってると思うので、まあ高いところを目指していくんだっていうところの一発目がこういう手の使い方になってくるのかなとかっていう風に。で、ここのお一人お一人の表情に結構こうキャラクターというか、それぞれのフェアレスっていうものが出てくるんじゃないかなっていう風に思って見ているところもあって、ファンカムをお一人お一人見ていただくと結構ここはね、美しくてかっこいいんでございますね。で、ここのアンスドンドン強さの部分ですね、結構パワーを必要とするよねっていう振り付けかなっていう風に今回思ってるところがあります。パワーと優雅さかな。皆さんのヘアスタイル見てると、前回も言ったんですけど、髪結んでる方がいないんですよ。ってことは、その髪の毛に何かつけたりとかっていう装飾を今のところしてないというところで、非常にもうそのナチュラルな状態でなるべくこうパフォーマンスをしていこうっていうところが、このあたりからも伺えるかなと。で、髪の毛の揃い具合とか見ていただくと、そのレベルの高さ感じていただけるんじゃないかなっていうふうに思います。立ち上がり方もね、かっこいいですよね。はあ、チヨンちゃん、チヨンちゃんめちゃくちゃ味出てて素晴らしいなっていうふうに、この全体感を見てて結構思うところありますね。はい。で、からのですね、ちょっとウォーキング効いてるよねということで、この後一回皆さんで後ろに吐けて、ぐるっと回りながらウォーキング入れて、目線をみんなでこう右側に持っていくっていう、ここがね、むちゃくちゃかっこいいしおしゃれなんですよ。ステージを使うってなった時に、だいたい横に長方形なんですよね。踊る時って縦長ってあんまりないと思って、まあ花道ぐらいだと思うんですけど、で考えた時に、もうそのダンスレッスンする時のそのスタジオもそうなんですけど、基本的には横に広いところになってるので、歩ける距離っていうのが決まってるんですよ。っていう中でぐるっとそこをこう回っていってウォーキングを見せていくっていうのは、非常に僕これはその構成というか、使い方として、場所の使い方としてうまいなっていう風に、それをそのまま振り付けにこう取り入れていく。で、皆さんのその足元のこのステップの軽やかさで見せていくというか、で、そこにつくこの髪のなびきというか揺れですよね。だから、やっぱりこう髪の毛は結んでないより、
ナチュラルな状態に落としてた方が、そのダンスで自然と動いてくるその髪の毛に多分、演出っていうものが含まれてるんじゃないかなっていうふうに思ったので、多分この楽曲については髪結ばない方が、全員下ろしてる方が味が出るんじゃないかなっていうふうに思うところですよね。はい。で、からのですね、28秒かな?ちょっと先に行きますけども、やっぱりナイスだなっていうふうに思うのは横市のここです。これ。もう、歩いてる場所がワールドなんですよね。まあ、世界を歩いてる感じがすごくしていて、みんなでこの前に出てくるところ、先ほどもちょっとぐるっと回ってウォーキングしたじゃないですか。かなりその、みんなで歩くっていうところに今回はフォーカスが置かれてるのかなというか、これが多分ルセラフィムというチームだよねっていう象徴的なシーンかな。僕の中で一番色濃く残ってるのが実はここで、皆さんのそれぞれのウォーオーオーってこう自分たちを鼓舞しながらみんなで手をつないでというかこう体を合わせて前に進んでいくっていう一発目に本当にふさわしい振り付けだなっていう風に思ってて、歩いてるだけなんですけども、ここが本当にこうチームを象徴している、皆さんのお顔一つ一つ見ていてもやはりそこに対するそのパッションというか熱量みたいなものが伝わってきますし、でドンの部分、これここがね気持ちいいです。ハイウェイ。で、ここでやっぱりみんなで横の一列になることによって、みんなが等しくフォーカスされていくっていうところもポイントかなっていうふうに思いますね。横の一列っていうのが、実は僕一番チーム感というか、僕たちのチーム、私たちのチームっていうのは、こういうチームですっていうのを紹介しやすい図になるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。構成とか作っていくと、やっぱりちょっと作り込んでる感があるんですけども、ここって一番こうニュートラルな状態というか、一番ナチュラルな状態で、一番かっこいい美味しい部分を見せに行くみたいな風に見えてる。この手元もね、高いんですよね、位置が皆さん本当に。で、この蹴りもですね、一個キック入れていくところ、直接的なんですけど、めちゃくちゃわかりやすいですよね。打ち破るよ、壁みたいな。はい。で、からのですね、46秒ちょっと先に行きたいと思います。さくらちゃん、これは本当にかっこいい。これです。一回スラッシュ入れるところなんですよね。皆さんの目元が隠れてるところからちょっと見えてくる。右側だったりとか左目だったりとか、多分角度によって変わってくると思うんですけど、その、なーなーなー、なーなーじゃなくて、ちょっと隠れてるからね、これ、かっこいいんですよ。で、一個セブン、エイトっていう風に入ることによって、よりキャッチーさが増すというか、このシルエットでポーズ取るっていう、もうこれだけでなんかポスターに投げそうじゃないですか。そのぐらい、インパクトのあるポーズを、一個作るっていうのはすごく大事なことで、またこれ生み出したなっていう風に思ってるところです。で、この左手がそのまんまダンスにつながっていく。すぐ歌方、ドンドン。What you looking now? What you looking now? っていう風に、何見てんのよと。もうそういう感じじゃないかな。何見てんのみたいな、多分そのぐらいの感じだと思うんですよね。私たちについて、いろいろね、多分視線があると思うけど、怖くないよっていう、多分その歌だと思うんですよ。過去に何があっても、みたいな。今の私たちはこのまま行くんだっていう、まあ世界に対するメッセージでもあるわけでございまして、その、見てるっていうところに対する、What you looking now? What you looking now? っていう、その繰り返しじゃないですか。その見るという行為において、この振り付けを使ってくるっていうところの、このかっこよさ。隠れたり、見たりってするところの、ちょっと何見てんのみたいな。っていう、この雰囲気が、ダンスに落とし込まれてるのがすんごいかっこいいんですよ。歌の意味も取りつつ、振り付けとしてのそのかっこよさ、この左手にこだわっていくところっていうのが、その成分8からもう左手へのこだわりが詰まってるなっていう風に思っていて、すっごいかっこいい。超かっこいい。はぁ、あ。ダンダダダダダ、んダンカカタカタタカタカタカタ。なぁ、おいしい。さくらちゃんのダンスが、本当にレベルアップしてて、めちゃくちゃお上手になられてるんですよ、本当に。見るたんびに、常にこう、自己ベスト更新みたいな。で、What you looking now? What you looking now? んんんん、I'm fearless っていう、んんんの取り方。ここですね。ちょっと、キューティクルなというか、女の子っぽい雰囲気みたいな、はとかっていう部分とかって、ちょっとその、ボーイズグループには絶対ないじゃないですか。で、女性の美しさっていうよりかは、少しあどけなさ残しつつ、あ、やっちゃった、みたいな、なんかその、
余裕がありつつ、可愛こぶる、心の余白があるわけですよね。そういう精神的な、余裕っていうところが、ダンスのところどころに、あるんですよ。はっていうところとか、ふん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 の部分とかも、ちょっとセクシーに、あえて見せつけるような、ここ、ポージングになってるわけじゃないですか。そこを1個2個使ってくるっていうところの、その、フェアレスっていう楽曲における、怖くないっていうところと、その、ルセラフィムちゃんたちの見せていく、可愛い部分もちゃんと見せて、あ、ごめん見せちゃった、みたいな、なんかそういう雰囲気というか、そこら辺がね、なんか、絶妙なんですよ。で、ケチケチケチウェイの部分とか、たしたしみたいな。足で音を結構踏むんですね。チャカチャカチャ、タッ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 、ツッタカタカタカ、タッ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 っていう風に、リズムの部分を結構重視しながら踊っていく振り付けでもあるかなと。ここもですね。ケチケチケチウェイ。で、ラスト。うん、うん、うん、うん。I'm fearless。I'm fearless の部分はすごいカッコつけるんですよ。なんですけれども、はっていう風にやるんですね。あーって言ってもうめちゃめちゃ強くかっこよくやるけども、はっていうちょっと可愛こぶるようなその女の子の仕草を持ってくる、そのあざとさというか、ここも含めてめちゃくちゃかっこいい。それがピンクの衣装ではってやるんじゃなくて、真っ黒い衣装ではってやるからかっこいいんですよ。ここにそのもうリボンとかね、もうキャンディーみたいな感じでキャーって言うんじゃなくて、すごいシックな状態であっていう風にやる、そのセンスが僕はめちゃくちゃやばいなっていう風に思ってて、刺さってしまってる。多分刺さってしまってる方たちはそういう部分に惹かれてるんじゃないかなってちょっと思ったりもするんですけど、どうでしょうかというところでございます。ちょっとね、長く話したんですけど、このサビがやっぱり今回のフェアレスっていうその楽曲のバランスになるんじゃないかなっていう、マジでセンスいいですよね。だからね、はい。で、からのですね、1分の6秒の部分、ここは香水かな ?6 人だから作れるっていうので、3-3の作り方。ちょっとなんかバイクのハンドル握ってるというか、アクセル吹かしてないみたいな雰囲気もね、ちょっとありますけどもね。こういうところとかもね、パンパパパパン、ちょっと相手を挑発する感じと言いますか。ちょっとね、一回うんちゃちゃん入るところ、これもまたうまいですね。スッて出てきて、変わっちゃうところ。で、次のユンジンちゃん。ここの強さですね。ユンジンちゃんが出てくるパートって、基本的には結構強めの、ダンスかなっていう風に思うところも多くて、ここもかな。ここも。結構ストロングなポーズを取るんですよね。パワフルな、角張ったポーズを取るところが多かったりとか、ラストのサビのところでもみんなのところにシューって入ってくるところとか、使い方が、ユンジンちゃんが結構、そのパワーな部分で、強めのところを担うんじゃないかなっていうふうに思うところがあります。これ、この扇形、めちゃくちゃかっこいいですし、この時の構成移動といいますか、カズハちゃんと、ガラムちゃんかな?これ一番こっち側に、ウンチェちゃんかな?あ、ウンチェちゃんか。の、このワイドに動いていくところもですよね。一回、集まって、わー、このね、高さの付け方。絶妙ですね。みんなのこのボディウェーブが一斉に動いていくので、なんかルセラフィムとしての生き物みたいな。ドーン。で、一瞬桜ちゃん入って、ここで、わーしゃっていう風にガラムちゃんに変わるっていう、ここの変身する感じもめちゃめちゃかっこいい。だから、すごくここの動きとシルエットっていうものが、噛み合いやすいんですね。多分おそらくその構成という部分と。振り付けと動きっていうものがセットになった時の相性みたいなのもあると思うんですけど、この動きを一個持ってくるだけでやっぱカチッてハマるっていう、これはね、すごく大きいと思います。で、顔みんな隠れてるし、うまい具合に目がちょっと見えてるし。めちゃくちゃかっこいい。はい。で、からのですね、2分の9秒ですかね。ミュージックビデオの中で床を叩くシーンがあったじゃないですか。あそこがキャンセルになっていて、行われてるのが、ここですね。これもやっぱり6人だからできるっていう、ペアペアペアっていう作り方なんですけど、ここはちょっと腰のノリで見せていく部分ですね。ここね、ユンジンちゃんとかね、ちょっとね、こうグルーブ効かせてる。ちょっとね、このね、ユンジンちゃんのね、雰囲気は、やばいと思います。なんでしょうね。アドリブ力っていうんですか、ライブ感めちゃくちゃ強い方だなって思ってて、ちょっとね、魅了されてるところはあるんですけど。
で、この部分とか、要するに、3人ずつにフォーカス当てていくっていう見せ方かなっていうふうに思いますね。6人だからこそできる構成の中で、お一人ずつにフォーカス当てるのもあると思うんですけど、3人ずつに分けていくっていうのも、これから結構見られるんじゃないかなっていうふうに思う構成になりますね。はーの部分ですね。はい。で、28秒。またちょっと先に行きましょう。あ、ここです。ここのユンジンちゃん。一回千手観音持ってくるところもですね、これはもう定番にして、王道にして、大迫力というか、必殺技です、こういうのは。ここがね、はーなんですよ。これなんですよ。こんだけ強いとこ見せといて、あら、失礼みたいな、ちょっとこう持ってくる。なんでしょうね、その品の良さというか、ここの What you look now っていう風にここ入ってくるところと、皆さんのこの What you look now が動きながら展開されていくところ、紙吹雪の量めちゃくちゃかっこいい。やってることは実はすごくシンプルなんですけど、見せ方が本当にうまいっていうと、チームのコンセプトがすごく伝わってくるなっていう風に思う演出になってますね。あとは腰の乗り方が多いですかね、ここら辺とかね。自分たちのシルエットっていうものをとにかく綺麗に見せていくダンスでもあるのかなっていう風に思っていて、手を高く伸ばしていくところ、足を大きく開いて横に伸ばしていくところ、モデルさんみたいなところがコンセプトになってたじゃないですか、フェアレスの。なので全体的にそのダンスとしても、自分たちのそのフィジカルのフォルムっていうんですかね、こういうところの手の長さとか足の長さっていうものを存分に活かした見せ方をしようよっていうところが結構念頭にあるんじゃないかなっていう踊り方が多いような気がしていて、なのでその腰元で結構乗っていくダンスだったりとか、足元で踏んでいきながらも膝がですね、どっちかはこう結構伸びた状態でポージング取ってたりとかっていうところが多いなっていうふうに思ったので、すごく王道なダンスだなっていうふうに思って見ているところがあります。あんまりその手でアイズワンさんの時のパフォーマンスとかって、結構この手の使い方とか優雅なティーカップみたいな雰囲気多かったじゃないですか。っていうところと比較していただくと結構わかりやすいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、何かそのキャッチーなアイコニックな、手のポーズとかがあるわけでもないんですよ、今回。とりわけ。エンミックスさんたちとか、アイブちゃんたちとかって、ラブダイブとか、セブンでアンとかって、いろいろなこう、何かそのモチーフになってる手の形、ハンドジェスチャーとかがあるじゃないですか。でも、今回ルセラフィムさんたち見ていただいてわかると思うんですけど、あんまりそういうのなくないですか。結構全身で踊っていくし、全身でポーズ取るしみたいな風になってると思うので、そういう意味で結構そのドストライクでドストレートなもの、ど真ん中に結構投げてきてるなっていう印象が、そういうところからも見て取れるっていうところになりますかね。はい、という感じでいかがでしたでしょうか。ということで、皆さんの感想もぜひたくさん聞かせていただけたらなっていう風に思ってるところでございますので、よろしくお願いします。めちゃくちゃ期待してますのでね、これからも楽しみにしていきましょう。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、せい。